相馬総合のチームを引っ張るのは、中学1年の時からバッテリーを組むエースの脇坂投手と大和田選手です。南相馬市の小田角と原町区にそれぞれ住んでいた2人が出会ったのは2011年。当時5歳だった脇坂投手は津波で自宅が流され、新地町の仮設住宅へ。大和田選手も原発事故の影響で同じ仮設住宅に住むことになりました。仮設住宅の方で一緒になりまして、野球の仲間ができたっていうのが一番大きなきっかけかなと思います。いつもふざけ合ってる感じですね。まあ、ちっちゃい頃からずっと一緒にやってたので、すごくこう息の合ったバッテリーだと思うんですが、はい、仮設住宅でキャッチボールをして遊んでいたという2人。舞台は甲子園へとつながる高校野球に移りました。相馬総合は初回に2点を先制し、試合の流れを作ると、脇坂投手が5回まで田村打線を3安打1失点に抑えます。同点で迎えた8回、ツーアウト満塁のチャンスで大和田選手に打順が回ります。後輩とかピッチャーみんなのためにも打ってやろうっていう気持ちで入りました。センター前ヒットで2点を追加。シード校の田村を突き放します。しかしその裏、フォアボールやヒットなどでノーアウト満塁のピンチ。ここで脇坂投手のもとに大和田選手が駆け寄ります。強いボールを低めに投げてなどと大和田選手から声をかけられた直後、脇坂投手は1番バッターを三振に抑えます。しかし2番渡辺選手にスリーベースヒットを打たれ、逆転を許します。何としても追いつきたい相馬総合でしたが、一歩届かず。5対7で2人の最後の夏が終わりました。最後負けてはしまったんですけど、みんなと悔いなく終われたのでよかったです。まあ、今まで変わってくれて、一緒にやってくれてありがとうっていう気持ちがいっぱいです。はい、自分も、まあ、いいピッチャーではなかったんですけど、なんとか盛り立てようと頑張ってやってくれてたので、本当に感謝の気持ちしかないです。